コレビ・キビニ・ヤミー・カレビ・イルマリ・キビニ・エミは、フィンランド・ヤラス・ヤルビ出身のフィンランド人、オルガン奏者である。フィンランド国立音楽評議会は、キビニ・エミを、オルガンの巨匠であり、魔術師、また、即興のマスターと称した。キビニ・エミは、フィンランド国外で最も著名で、定評のある、フィンランド人、オルガン奏者である。彼は、世界トップミュージシャンの間で、 確かな地位を築いた。1985年から2001年まで、フィンランド、ラハティ市の十字架協会にて、主席オルガン奏者を務めた。同協会にて1991年から2001年に、かけて、ラハティオルガンフェスティバルの芸術監督を担い、自らも、数十年にわたり、オルガンリサイタルを開催している。キビニエミはの頃より、父、パウリ・キビニエミの手ほどきにより、 バイオリンを始める。1977年、シベリウス音楽院の声楽科に入学。1983年、オルガン奏者、音楽教育者として卒業。オルガン奏法をエーロバータネン、即興法をオッリリンヤマラに指示。学生時代、ドイツ、オランダ、フランスを旅し、ピエール・コシュロウ、オリビエ・メシアン、ジャン・ラン・グレー、マリー・クレール・アラン、トン、コープマン、 ボルフガングループザムラに多大なる影響を受けた。特に、オランダでは、ジャック・バン・ウォールト・メルセン、グスタフ・レオン・ハルトラに強く感銘を受けた。フィンランド国外においてキビニエミは、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、エストニア、イタリア、イギリス、ドイツ、フランス、オランダ、スイス、オーストリア、ロシア連邦、日本、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、 ルクセンブルク、チェコ共和国、ポーランド、ハンガリー、ベルギー、スペイン、カナリア諸島、そしてフィリピンにて演奏経験を持つ。特に彼は今までに幾度となくフランス、パリのノートルダム大聖堂、サン・シュルピス協会、サン・クロチルド教会にて演奏を重ねてきた。ノートルダム大聖堂での初演は2003年、サン・クロチルド教会においては2013年に初演。 キビニエミは、初のスカンジナビア出身のオルガン奏者として、サンシュルピス協会スピリチュアルコンサートシリーズに参加。これまで、ドイツのゲバントハウス、日本の東京芸術劇場、大阪コンサートホール、札幌北ラコンサートホール、横浜港未来ホールをはじめとする多くのコンサートホールにて演奏してきた。カレビキビニエミはソロ奏者、室内楽奏者として、 多くのリサイタルを開催。また、モスクワ室内管弦楽団、モスクワフィルハーモニー管弦楽団、ヘルシンキフィルハーモニー管弦楽団、ラハティ公共楽団などのオーケストラのソリストとして共演している。コンスタンチン・オルベリアン、パトリック・ガロはジン・ワン、ユッカ・ペッカ・サラステ、レイフ・セーゲルスタム、オスモ、バンスカ、テーテル・リリエ、ペトリ・サカリ、ハンヌリント、サント・マティアス・スローバリ、 ニック・ムドゥルベー、ビタウタするコチュウスラ、多くの指揮者と共演を果たしている。キビニエミは、今まで、リアナ・ナイサカーゼ、バーバラ・ヘンドリックス、オリビエラ・ラトリー、ビセント・デューボア、ソイレ・イソコスキ、カリタ・マッティラ、ヨルマ・フン・ニネン、マッティ・サルミネン、ユハウ・シタロ、エサ、ルー・トゥネン、ヨハンナル・サネン、ビッデル・サネン、カレ・ビオディ、アルト・ノラス、プル・ミッコラ、アー・レ・リンド・グレン、高島拓也・タクヤ、 ヨーコ・ハリアンネ、ライモニ・クライネン、マルク・クローンら多くの著名音楽からともステージを共にしてきた。キビニエミは多くの国際コンクールの審査員を務めてきた。ドイツのルール大学ボーフム、アメリカのローレンス大学、そしてグスタフ・アドルフ大学、フィンランドのシベリウス音楽院など多くの大学でワークショップの講師を務める。カレビ・キビニエミは現在も 精力的に演奏活動を行う。2017年、ドイツのメルゼーブルク大聖堂、同じくドイツのゲバントハウスにて、韓国ソウルの清掃文化会館にて、ロシア連邦のチャイコフスキーホール、ノルウェーのスタバンゲルコンサートホール、スウェーデンのストックホルム市庁舎にて演奏する。フィンランド国立音楽評議会は、キビニアミを多芸多彩で、独自性のある。 クラシック音楽界のオルガン奏者であると称した。彼はフランスオルガン音楽の第一人者である。だが同時に彼は現代音楽に至るまで様々な年代やスタイルにとても独創的な才能を多方面で発揮している。また彼の即興演奏の才能は特筆に値する。この上彼はワーグナー、リスト、フランク、ラフマニノフそして スクラービンらの多くの楽曲をオルガン用へ編曲し演奏するという巧みな技術をも持ち合わせる。キビニエミは想定された限界を取り払い、オルガン芸術可能性を広げ続けている。彼は若い聴衆のために多くの公演をフィンランド人、ビルト・オーゾ・ギター奏者、マルチ・ニューマンと共にステージを共にしている。1 6 2にも上る録音により多くの聴衆を魅了してきた。 キビニエミはジャンシベリウスのオルガン曲全曲を録音した世界で唯一のオルガン奏者である。シベリウス・コンプリート・オルガンワークスをはじめ、オルガン曲にとどまらず多くのベリウス楽曲の録音を発表している。その中にはシベリウスが残したオリジナルの原稿をもとに録音したものもある。彼はこれまでにアメリカ、日本、フィリピン、オーストラリア、イタリア、フランス、スイス、 ドイツなど世界中の歴史的なオルガンで録音を果たした。キビニエミはワーナーフィンランド、ワーナージャパン、ワーナーイタリー、アルバ、フーガ、ミルス、モテッテ・アッシーナ、グラヨーレなどのレコードレーベルで活動している。その中で特筆するべき録音はフランスルーアンでのセザール・フランク・オルガンワークスとカブコルであろう。ジョン・ミラーはキビニエミのフランクの録音について 次のように述べている。私はこう思う。キビニエミのシングル SACD ディスクは最高の演奏であり、最高の録音である。キビニエミの演奏の模様は幾度となく世界へ配信されている。その中でも NDP2000 において、オリビエ・ラトリーとの共演は言及するに値するだろう。オルガン奏者キビニエミを題材に2001年に、 フィンランドでアーカチュールタというドキュメンタリーが作られた。彼はこれまでに録音に対し、2つのゴールドレコード賞、そしてプラチナ賞を2000年に受賞。イギリスのオルガン専門雑誌では、今年の一番の即興演奏アルバムだと称した。フィンランドのオルガン楽曲を収めたアルバムビジョンズは2009年のベストソロアルバム対して、贈られるヤンネ賞を受賞。 アルバムレイクダン・リスティング・ユレットは2009年のベストアルバムにまたベストレコーディング賞をミュージックウェブ・インターナショナルより受賞。1991年ディレクター・ムーシュケイスの称号を受賞。1997年プロアルテ・タバスティカ賞を受賞。公益財団法人ムサシ文化事業団はカミラ・ニュールンドと共にカレビ・キビニエミオ1998年度の 最優秀音楽家と称した。キビニエミは、フィンランドを代表するミュージシャンとして認知されるようになった。1999年、ラハティ氏より文化賞を受賞。フィンランドラハティ氏の文化をサポートする、ラハティ協会は彼を2000年を代表する音楽家と称した。2003年、ラハティにて開催される、シベリウスフェスティバルにて、指揮者をスも、バンスカより、 ルアーノター賞を受賞された。2004年にはフィンランドで最もフィンランドのオルガン界へ貢献したとしてオルガノム協会賞を受賞された。2009年、キビニエミはフィンランドで最も名誉ある国家賞をオルガンアーチストとして受賞。2012年、シャブリエ OCM 名誉賞号を受賞。2014年、キビニエミはプロカルチューラタバスティカメダルを受賞。 コレビキビンヤミーさんかレビキビニエミは160枚ものアルバムを録音した。コレビエレマリキビンヤミー。ありがとうございます。